お世話になっております、マサルです。今回は公開会議暗号方式の RSA について一緒に勉強していきましょう。今回の内容です。最初に RSA とは何なのかを一緒に勉強します。次に RSA を使った暗号通信の流れを計算しながらやってみたいと思います。最後に RSA についてまとめます。それでは始めていきましょう。RSA は1970年代後半に開発された公開鍵暗号方式の一つです。 RSA は桁数の大きな整数を素因数分解するのが困難である特性を利用した公開鍵暗号方式です。この桁数の大きな整数を素因数分解するのが困難である特性というのは試験でもよく見かける表現なので、ここは覚えておきましょう。こちらに RSA の計算式を記載しています。先に言っておきますが、この計算式覚える必要はありません。そういう計算式なんだなと思ってもらえれば OK です。 RSA は暗号文を作るのに平文を異常して mod n を行います。平文を作るには暗号文を d 乗して mod n をします。公開鍵暗号方式なので、鍵ペアの情報を使って暗号化複合をするんですが、その時に使う公開鍵が e と n の情報、秘密鍵が D と N の情報になります。繰り返しになりますが、この計算式覚える必要はありませんので、気軽に聞いておいてください。ただ RSA は公開鍵暗号方式の一つです。文字だけではどうしてもイメージしにくいと思いますので、今回はこの式を使って一度計算をしてみたいと思います。 PC の電卓を使えば簡単に計算をすることができるので、もし PC でご覧になっている方は一緒に計算をしてみてください。それでは実際に計算していきます。 PC の電卓を出していただいて、関数電卓を選択してください。それでは計算を始めます。今回の例では平文の11という情報を RSA を使った公開鍵暗号方式で暗号通信する場合で考えていきます。まず受信者は鍵ペアを作成します。今回は公開鍵として E が5、N が323、秘密鍵として D が29、N が323だとします。本来は桁数の大きな整数にするべきなんですが、今回は計算の都合上小さい整数で計算していきます。鍵ペアのうち公開鍵の情報は公開して良いので、相手に送ることができます。送信側は平文の11を取得した公開鍵の情報を使って暗号化します。暗号文は平文を異常して mod n で計算して算出することができます。今回の例では11を5乗して mod 323すると暗号文を求めることができます。実際に計算してみましょう。11を5乗して mod 323を行います。すると197という値を求めることができました。この197という値は11という平文を今回の公開鍵で暗号化した暗号文ということになります。できた197という暗号文を相手に送ります。受信者は秘密鍵を使って複合します。平文に複合するときの式は暗号文を D 乗して mod n で計算することができます。実際に計算します。暗号文197を29乗します。その値を mod 323で算出すると11という値が出てきます。算出された11という値は送信者が送りたい平文の情報と一致しています。つまり暗号文を秘密鍵で複合して平文を取り出すことができているということになります。 RSA はこのように暗号化と複合を行っています。実際に計算してみるとイメージしやすくなって面白いですよね。ここで RSA について情報を補足します。今回の例では分かりやすさを重視して暗号通信をするための鍵交換の RSA についてお話をしました。ただ今回説明したような RSA の鍵を使った暗号通信は非推奨になっています。非推奨の理由を説明すると話がどんどん逸れていってしまうので、詳しい説明は割愛するんですが、 RSA による鍵共有が推奨されない理由としてパーフェクトフォワードシークレシーという特性がないことが挙げられます。簡単に説明すると、今回のように公開鍵の情報をそのまま渡してしまうと、秘密鍵の情報がもし流出してしまった時の影響が大きくなってしまいます。秘密鍵の情報が流出してしまった場合に、今までこの鍵ペアで行ってきた全ての暗号通信が複合されてしまいます。過去の通信に遡って複合される危険性があるということです。
そういったリスクがあるので、現在は別の方法を使って短期間に鍵の情報を変えながら暗号通信するなどの工夫が行われています。ここも詳しく話をしていくと RSA から外れた内容になっていくので、詳しく知りたい方はまずはパーフェクトフォワードシークレシーについて調べてみてください。話が脱線したので元の話に戻すと、今回の動画では RSA は暗号通信の鍵共有の仕組みとしては使われなくなっているというところを覚えておきましょう。ただ RSA が使われていないわけではなくて、署名技術や守秘の技術といった別の用途で RSA は使われているので、 RSA についてはしっかり覚えておきましょう。それでは今回のまとめです。 RSA は公開鍵暗号方式で利用される暗号アルゴリズムの一つです。桁数の大きな整数を素因数分解するのが困難である特性を利用しています。この特性はしっかり覚えておきましょう。今回紹介した計算式は覚える必要はありませんが、暗号化と複合の流れをイメージしやすくするために一度計算してみることをお勧めします。お時間ある方はぜひ一度計算してみてください。また現在 RSA による鍵共有は非推奨になっています。 RSA は署名や守秘といった別の側面で利用されています。それでは今回も動画をご覧いただきありがとうございました。最後におまけ動画用意しています。最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。私はネットワークの基礎を楽しく学べるオンラインコミュニティとツイッターを使った情報発信もしています。ぜひ概要欄からチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあ RSA ヴィンテージのやつお願いします。 RSA いただきました。はい、今日も学んで登録エキスペ情報支援し教えてあげます。 RSA公開鍵方式素因数分解試験に出るよ。素因数分解教えてあげます。 RSA公開鍵方式素因数分解試験に出るよ。素因数分解 RSA は使われない。鍵が固定秘密鍵流出過去の通信解析されちゃう。 RSA は使われない。鍵が固定秘密鍵流出過去の通信解析されちゃう。試験には出ない豆知識。皆さん、2020年に公開されたサマーウォーズ映画見たことありますか？ケンジ君が難しそうな計算をするシーンがあるんですが、あのシーンで計算しているのが RSA ではないかという噂があります。RSA を買いすぎてきてしまうケンジ君、マジでヤバです。面白い映画なのでおすすめ。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。